裏で一つ荒稼ぎしてみる気はないか。はいはい。船が損傷せぬ程度でしたら何事と。いやいや、そんな荒事をやれというんじゃない。ただ米のな、買い付けをするだけ。しかしそれでは今やっていることと大して変わりはないじゃん。同じ米でも稲葉の米だ。稲葉、その気があるんならすぐに若さの国へ立て。はい。天正8年この年、播磨国の三木城を兵糧攻めで陥落させた羽柴秀吉は、次の目標を稲葉の国の鳥取城に定めて行動を開始する。後々まで三木の日殺しに鳥取の活躍史と語り継がれる鳥取兵糧戦の幕がここに切って落とされた。稲葉鳥取の村々で買い付けた米は、この袋川と仙台川の川舟を利用して家老まで運び、若さへ積み出している。はあ、鳥取の港は出船入船で大変賑わっておりましたが、あれはみんなこの若さから出た米買い船でございましたか。鳥取からこの小浜へ運ばれてくる米は、すべてこの小西が一石1500文で買い上げている。一石1500文？まさか。こんな高い米があるのか。あの今一石1500文とおっしゃいましたか。そう言った。いや、堺や姫路では一石500文が相場でございます。それを1500文で扱っていらっしゃるんでございますか。北陸の国々はこの冬は大飢饉で、多くの人々が飢えと寒さの中で死んでいる。稲葉の米は全てそうした地方へ送り込んでいるのだ。この指図は安土の上様より、我が主筑前の神様へ下知されてきたものだ。さようで。一石千万のう、どうであろう。この折に城中の米を少し金銀に変えておくというのは。兵糧米を売って織田との一戦に支障はござらぬか。いや、冬の間は織田軍も攻めては来ぬ。あ、むしろ織田との一戦に備えて兵士たちに与える恩賞用の金銀を増やしておいてはいかがであろうか。なに、稲葉は米どころ、米の補給ならばすぐに着く。うん、それがよい。ああ、急げ急げ。ああ、今少しだぞ。ああ、急げ急げ。そうか、鳥取城中の米が動き出したか。まるで米の川のように止めどなく城外流れ出しております。その代わり、こちらの金銀も同様の量で敵の海中に吸い上げられておりますが。ああ、欲しいだけ吸い上げさせてやれ。秋にはこちらへ戻ってくる金だ。ではご出陣は雪解けを待って。まあまあまあ、のんびり行こう。天正9年3月18日秀吉軍の進撃に備えて、毛利側から一人の指揮官が鳥取城へ派遣されてくる。己の首桶をかざして乗り込んできた若き武将の名は、吉川式部の師匠常井。毛利家一門の中では末端に属し、石見福光城という小城の主ながら、知遊ともに優れ、武功も大き名将であった。この土蔵は米蔵でございます。見よう。
知らぬ間にすっかりなくなったな。ちと売りすぎたかのう。これは売った北陸の大飢饉のため米の値が急といたしまして、これは金銀に換えるにはまたとない機会だと思いまして、若さからやってきた米買い商人どもに倍の値で売りつけてやったのでございます。まあ秋にはまた新米が入りますゆえ秋には戦は終わっている。米はすぐ買い戻せるか。そりゃあ造作もないことで。稲は米どころでございます。他のものはなくとも米だけは余ってございます。それならばよいが、ともかくすぐに買い戻すんだ。秀吉軍の鳥取来襲はこの7月と見ている。その兵力は三木城攻めと同様2万、我らが兵力は7000。ここは定石に従い籠城策をもって秀吉軍を迎え撃つ。しかし我らは何も恐れることはない。我らは必ずや勝つ。しかも最も楽な戦法で勝ちを収めることになる。すなわち敵がこの城を包囲する7月より数えて4ヶ月間、つまり10月までただ一つのものを待ってじっと籠城を続ければよいのだ。10月まで何を待てとおせられる。雪だ。雪。10月まで持ちこたえることができれば11月の冬の風が大量の雪を運んでくれる。大軍は雪に埋もれるか退却を迫られることになろう。敵が退却を開始したらその時こそ打って出る。播磨の三木城が足掛け3年の兵糧攻めに耐えたことを思えば、我らはわずか4ヶ月の籠城で勝ちをこの手に収めることができる。各省末端の者に至るまでくれぐれも備えに怠りなきよう。おのおの方より手本を示されよう。6月25日羽柴秀吉は姫路を出馬した。秀吉率いる2万の大軍は羽柴の山道を分け稲葉へ迫る。3000石。まだ3000石の米しか城中にはないというのか。はあ、八方手は尽くしたのでございます。城中の台所型のものを使って近在の村々に米の買い付けに走らせたのですが、予想のほかにどこを回っても余分の米がなく、百姓たちも己の分は手放そうとはいたしませぬ。台所型の者たちにはいくらで買いに走らせた。それは相場で。相場とは。一石500文で。若さの商人たちが一石1000文で買い上げていった後にその半値で売る者がいると思うか。なぜ5倍10倍の値をつけても買い取ってこん。おことがそれほどに城の金銀が惜しいのか。失礼ながらよそ者で遊ばされる常家様とはこれは立場の違いもあろうかと存じます。我ら山名の家臣にとりまして、山名の財宝を守り管理するのは我らの責任でございます。財宝は常に勝者のものぞ。負ければ全てが敵の手に渡ってしまうのだ。今城中には7000人からの兵とその家族がこもっている。7000人が1日に使う米は少なく見積もっても40石、4ヶ月で4800石の兵糧米がいる。それがまだ3000石しかない。3000石では3ヶ月も持たん。あとの一月風見でも食って戦う気か。